ガレージです。アシスタントパンナです。今日は何ですか、パンナさん。今日も YouTube 撮っていきましょう。チゲさん、そういえば免許取ってどんぐらいになります？大学生の時なんで21歳21歳ぐらいの時に取ったと。車はね。ということはもう10年間ぐらい車運転してるってことですよね。車はそうっすね、もう10年。そうだね、10年ぐらい。ということはプロフェッショナル、もう車のプロフェッショナル安全運転しますか？安全運転する。じゃあチェックしていきましょう。試験を用意しました。テスト？テスト。学科試験？学科試験。うわ、まあ、8問だけなんですけど、10年間運転してるってことでちゃんと覚えてるかな。もう運転しまくってるから。引っ掛け問題じゃん、だって学科試験。これもう落ちたら免許剥奪。免停？一発免取り。やば。ちょ、免許持ってきて。はい、免許。免許？ガチ免許剥奪。パンダが預かってきます、これは。え、じゃあそれ合格したら返してもらえるのね。返します。ダメだったら RTF もらえます。やばすぎ。今回用意したのこちらの8問です。8問でいいんだ。たった8問。8問中半分、さすがにこれはね、できてないと。もう行動走っちゃダメですから。何見てるんですか？ダメですよ、まだ。むずくね、試験はね、大体ね。ちょっと待って、むずい、普通に丸抜き問題だけで終わり。制限時間15分。いや、ちょっと今ね、ちらっと2問ぐらい見ちゃったんだけど、マジむずい、これ。なんか見たことないような試験で俺出なかったパターンのやつ。いや、これ、あの出るやつです。じゃあ、俺が経験した試験には出なかったこれよく出る問題で、確かにちょっと引っ掛け多めに入れましたけど、まあ、丸×なんで、まあ、運良ければ当たる。試験、始め。これラスト、ラスト。終わりましたか？はい、終わりました。提出、ファイナルアンサーでいきます。答え合わせしていきましょうか。はい、では第1問、はい、カーブを曲がれる時の遠心力は速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば遠心力も2倍になる。答えは何にしましたか？×。なぜ？なぜ？なぜ？なぜも？いや、なんでそう×と思ったのかなと思って。いや、一緒じゃない。一緒ではない。うん、遠心力も2倍にはならない。ならない。うん、正解は×です。でしょ？よかった。マジ緊張するわこれ。遠心力は4倍になります。でしょ？4倍になります。ああ、だってこれなんかその運転免許っていうよりも数学な気がしたもん、いきなり。やっぱ出ますな。あぶねえ。いや、数学が一番苦手だった。遠心力4倍になります、はい、では第2問。これ、ね、幻惑とは対向車のライトを直接目に受け、眩しさのために一瞬見えなくなることを言う。こういうことありますね。あるんだけど、その、はい、その現象が幻惑かっていう。はい、使ったことないですね。うん、さあどちらにしましたか？丸にしました。丸。はい、正解。よっしゃ、でかいでかいでかい正解。でかいでかい。幻惑っていうんだこれ。幻惑というらしいです。幻惑っていう現象なんだ。幻惑です。今後会った時覚えましたね。幻惑だと使ってください。はい、第3問。運転者が運転席にいれば人を待つための5分以内の停止は停車である。丸か×か。はい、ちなみに答え丸にしたんですけど。丸。あの、めっちゃ悩んだこれ。おー、8問あって飛ばして最後にやったの。はいはいはい。 5分以内って5分も含むから。なるほどね。そう、そんな引っ掛け2万か以内かみたいな。そうそうそう、なんか、なるほどね。運転免許の試験ってそういうの多い気がするんだけど、はいはいはい、言葉のなんかで丸にした。丸にしましたか。丸にした。正解はバッチです。うわっ、なんでなぜかというと、なんで人を待つのは駐車です。あ、停車ではない。あ、人を降ろすのは、まあ、停車の駐車だと思う。人を待ったり降ろしたりするのは駐車なんじゃない。あ、駐車になるんだ。わかんねえ。うわ、やばい。あと4問間違えられる。はい、今3問か。第4問。
数免許や二輪免許を受けて1年未満のものは初心者マークをつけなければならない。丸か×か。これ丸でしょ。丸、はい、正解は×です。マジ半年。二輪免許はいらないです。そうじゃんえぐい。マジ二輪免許いらないです。あれ二輪免許は持ってる。持ってる。初心者マークつけてたタイプ。つけてないですよね。褒められた。ないですよね。あのね、ちょっと明宏見てるか。免許、今年も免許取るだろう。こういうなんか意味わかんない引っ掛け問題あるから気をつけろ。第5問。オートマチック車はマニュアル車に比べてエンジンブレーキの効果は少ない。丸か×か。正解。さすが。それはさすがに ね。これはさすがに。対抗してますからね。わかりますよね、はい。はい。どっちも持ってるんでね。第6問。横断歩道に近づいたとき、横断する歩行者がいるかいないか明らかではない場合、必ず徐行しなければならない。丸。丸。正解は×です。マジ必ずじゃない。停止できる速度に落としてください。待って、ちょっと、だって徐行って停止できるスピードじゃないってみなされるんだ。停止できる速度と徐行ちょっと違うらしい。あ、徐行より速くていいってこと。いいのかな。安全に停止できる速度であれば徐行である必要はない。徐行じゃなくていいってことなんだ。かもしれない。ここが分かれ道。え、次間違えたら終わり。次間違えたら終わり。今3問間違えてますから。これ免許返納。やだ。さあ、第7問。高速自動車道では危険を防止するためでも最低速度に達しない速度で走行しなければならない。バツ。バツ。なぜ？だって渋滞とかあるじゃないですか。最低速度に達しない速度で走ってるじゃないですか、すでに。まあまあ渋滞はね、渋滞はしょうがないけどね。てか危険を防止するしなきゃダメでしょ。その防止を最優先で走らなければならないということですね。うん。ファイナルアンサー。なんかそういうこと、渋滞とか関係なしってこと。これテレフォン使います。はい。誰が一番運転上手いですかね。マルさんはもうめちゃくちゃプロフェッショナルになってる。安全。ああ、じゃあマルさんにかけよう。じゃあ正解いきますか。はい。正解は×です。よかったー。よかった。首の皮一枚繋がったじゃん。正解は×。マジ。危険を防止するためであれば OK。 あー、なんか危険をね、回避するのを最優先にして走行してくださいね。繋がった。さあ、次がラスト。これね、×であるか丸であるかによってRCU がなくなるかなくならないかが決まります。第8問。運転中に後輪が右に横滑りを始めた場合はハンドルを左に切るといい。丸か×か。いや、これ×でしょ。お、なぜ。なぜ、だってさっきね、試験中もちょっとやってみたんですよ、デモンストレーション、後輪が右に滑ったんですよ。はい、後輪が右に滑った。こういうことでしょ。はいはいはい。で、左ハンドルを左に切ったら余計こいっちゃいますから、おー、なるほどね。そう。ということは右に切ることによってまっすぐになるんですよと思ったけど、正解は×です。やっしゃー。危ねー。くさー。耐えた。しょうがない、返します。よっしゃー、ありがとうございます。おっす。じゃあ、ということは、結局8問中、3問間違えました。それはちょっと復習していただいて。わかりました。はい、これからも安全走行で運転してください。はい、それぞれ良かった高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、ごきげんよう。